アメリカ合衆国シークレットサービスの職員ボディーガードは政府首脳、国賓、会社役員、著名人等、要人の身辺の安全を確保し、誘拐、暗殺などの脅威から守る人の総称。多くの場合、政府首脳や王族、皇族などの重要な皇人は、警察や治安部隊による数人、数十人の警護官によって護衛されている。重要度の低い。 もしくは襲撃の危険の少ない後人の場合は、運転手や秘書を兼ねたボディーガードを一人だけつけていることや、自費で民間のボディーガードを雇っていることもある。公的な組織に所属している場合、クロースプロテクションオフィサーなどと呼ばれる場合もある。ボディーガードたちは、護衛対象を様々な攻撃や、災害、事故、病気などから守ることを職務としている。そのため、プロのボディーガードたちは、 通常、職務上必要とされる格闘や武器の双方、応急手当などの能力を備えている。日本では民間のボディーガードは警備業について定めた。警備、彼らの身分はあくまでも民間人であって、現行犯でない逮捕や体探せ権といった一切の法的特権を有しない。また、警護の方法にも警備業法により様々な制約がある。例えば、装備できる武器は、 都道府県公安委員会の認可を受けた特殊警棒やフラッシュライト、防人ベスト、差し股等し、久し小生の防犯用品に限定されている。警備会社や私立探偵が行うボディーガードは、護身術や警戒監視能力等の各種技能と無線機や、隠しカメラ等の装備を駆使して顧客に対する暴行や脅迫を抑止し、顧客の生命と財産を防護する。 実際に襲撃があった場合は、顧客の保護を第一義として、民間人にも許されている、現行犯と緊急避難の法的根拠をもって、加害者の制圧に努め、その身柄を確保して警察に引き渡す。なお、警備業法の定めにより、犯人の身柄確保に手錠を使用することは許されない。1万1顧客が受傷した場合には、応急救護処置を行いつつ医療機関に移送することとなる。 日本の警備会社では、ボディーガードが有する技能を生かした副業として、医療機関の警備や、精神疾患を有する患者の外出や、移掃除の付き添い業務も受け負う。芸能界や経済界における著名人の中には、一万一の事態に備えて、ボディーガードを雇っている者もいる。今日、ボディーガードに対する需要は、極めて高く、新編警護専門の警備会社が、数多く存在するほか、 更新書の私立探偵も調査会社として培ってきた技能を活かしてボディーガードや4号警備を仕事の一つにしている。ボディーガードの国内教育訓練機関としては世界最大の国際ボディーガード組織伊庭の日本支部が2007年に設立されたほか2010年には別段階として国内に本拠地を置く日本ボディーガード協会も設立された。さらに2020年には アジアボディーガード協会が設立される。A. クローズプロテクションオフィサー。ありがとうございます。